八木下タ一郎は、日本の映画評論家、英米文学翻訳家、殺人研究家、自称、特殊翻訳家、多摩美術大学造形表現学部、映像演劇学科非常勤講師、大阪府生まれ、工業学院中学校、高等学校から、東京大学理科一類を経て、東京大学工学部建築学科卒業。 東京大学在学中は、山形博と共に、東京大学 SF 研究会に属し、共同で、ウィリアム・バローズについての研究ファン人、バローズ本を作成した。卒業後、宝島社に勤務し、雑誌、宝島等の編集者を経て、フリーに。町山智博とは、宝島編集部時代の同僚であった。ガースやギスタや、曲、森彦の筆名を使うこともある。 ただし、曲森彦は、宝島社勤務時代に使った名前で、現在は使用されない。1993年以降、町山と共に仕事をするときは、ガースや義下、ウェイン長山の、ファビュラス・バーカー・ボーイズを名乗ることが多い。なお、ウェイン、ガースは、映画、ウェインズ・ワールドのボンクラコンビの名前である。FBB は、映画、ファビュラス・ベーカー・ボーイズから、 特殊翻訳家の e は、普通の翻訳家が手を出さない特殊な文献、文学作品を好んで翻訳することからで、特殊漫画家と自称した根本隆から影響を受けた自称である。またサッカー愛好家でもあり、サイモン・クーパーをはじめサッカーについて、政治的に論じた書の翻訳も行っているほか、横浜フットボール映画祭の審査委員長を2011年から2014年まで務める。 妻は、サイレント映画伴奏者のピアニスト、八木下美恵。祖父は2.26事件に注意として参加し、禁錮4年を課された、八木下良リ日本推理作家協会会員。また、2021年4月より、日本 SF 作家クラブ会員。ありがとうございます。